返事返させていただきます。すみません。昨日の夜ね、なんていうの、うちで仕事っつうか、こう、なんていうの、アルミを全部切ってって、畑で使うやつをずーっと、1時間半ぐらいやってね、その準備にしたやつを、畑に設置する。ああいうのってずっと同じことやってると飽きるね、途中で。最初はなんか初めてのことで楽しくってやってるんですけど、最後の方はもうかなり雑になってる。1時間半ずっと。たりしてたら、でもな、昔工場でバイトしてたことがあったんですね。俺が10代の頃、なんかこう、まあ、いろんな工場で働いたね。ハイチュウってあるじゃないですか。こう、キャラメルみたいな。あれを作るハイチュウの工場、森永の。ずっと同じ作業をするんですね。あれで、確か俺の記憶では1日7000円だった。7000円だったような気がするね、1日ね。それ安いんですけど、その日にもらえるっていう、キャッシュでね。あとなんかこう、風邪薬を作る工場とかあったな。あとアイスクリーム工場とか。
なるほど。タバスコの理由が分かった。そういうことか。今日はなんか自転車で一軒家でも探しに行こうかなと思ったけど、次から次へでやることを作っちゃうっていうかね。いいことなんでしょうけど、結局やらなきゃいけないことはね、大事なこと。畑は水をやりに行かなきゃ、まあ、毎日行かなきゃいけないもんね。明日ちょっと雨降るっぽいんですよね。何時か分かんないけど。今日か。明日か。雨降ったら、明日水汲んで、明日水汲みして、いや、あさってぐらいがいいね。水をちょっと使ってからの水汲む。タンクが2個、予備で買ったんで、ちっちゃいんですよね。20リットル2個買ったんで、40リットルか買ったんで、ちっちゃいのなんですけど、それも満タンにまだ来てないけどね、それ満タンにすれば、全部で、上は、20、20って、うちから1本20持っていった。60、違う、ちょっと待って。20、20、20、20、80。で、10が3。110、110、110でしょ？で、でかいのが130だから、140。240リットルの水を、まあ、貯めておくことはできる。240リットルなんかね。あっという間だし、で、ただね、あまりね、あれなんですよね、クソでかいなんか1トンとか持ってきたところで、そこまでの水を確保する、水を取ってくる場所がないですよね。はあ。行くか、畑。なんかたまにね、すげえだるい時あるんですよね。ここなんか週に1回あるかないかが、なんか、はあ、なんか行きたくないなぁと、またみたいな思うけど、こう、ほらもう、苗作ってるからもう水あげないと。こんな暑いしね。
ってきます。今日皆さん楽しい一日、安全な一日、1分1秒大切に、残り限られた人生をたくさん地球のために使ってください。